パイラコカスは、熱水噴出孔や油田口章などに生息する、超高熱個細菌。ユリア・アキオータの中では、メサナパイラス・キャンドラーイに次いで、高熱性が強く、全種が摂氏90度以上に指摘生育温度を持つ。最高増殖温度は、パイラコカスやヤノシーの摂氏108度である。比較的増殖速度が速いこともあって、よく研究の進んでいる。 超高熱菌の一つである。俗名は球菌であること。非常に強い高熱性を持つことに由来し、ギリシャ語で炎球菌を意味する。主に海洋の熱水噴出口から分離される。地域は問わない。大深度の油田交渉や海底火山山体内から発見されることもある。陸上の温泉からの分離例はない。形態は0.8から2.0マイクロメートルほどの球菌。 一本あるいは多極の弁網を持つ。細胞壁は S レイヤーより構成される。摂氏100度付近の嫌気環境で生育する。海水と同じかやや低い領域に指摘 PH と指摘ジオ濃度を持つものが多い。やや高圧的ではあるが一種を除いて一気圧でも生育はできる。ある程度の放射線にも耐える。増殖速度が速く培養も比較的容易である。 パイラコカスは完全な従属栄養生物で、タンパク質やデンプンなどを発酵することで生育する。異様存在下では、水素ではなく、硫化水素を排出し、増殖も促進される。抗体急性酵素の分離源として注目されている。パイラコカスに由来する酵素の多くは、摂氏100度の高温や有機溶媒、極端な pH に耐性を持つ。また、 DNA ポリメラーゼは広く使われているタく、ポリメラーゼに比べ複製忠実性が高く、PFUDNA ポリメラーゼとして販売されている。基準種。1986年に、イタリアの沿岸熱水噴出域より単理された。増殖温度は70摂氏103度。ゲノムサイズ 1908KBPORF2065 箇所。東。 太平洋海嶺付近の深海熱水噴出口より単離。増殖温度は75から104。世代時間は30分で、この属では最も早い。1998年に沖縄トラフ内の熱水交渉付近から単離された。増殖温度は80摂氏102度。ゲノムサイズ 1739KBPORF1883 箇所。 主に南太平洋の深海熱水噴出口に分布。増殖温度は67セッ102度。ゲノムサイズ 1769KBPORF1898 箇所。沿岸熱水域に生息。1988年に報告。指摘生育温度は102セッ103度。大西洋中央海嶺、アシャゼネス水帯より単理された。 増殖温度は80摂氏108度。絶対高圧性で20運パ未満では増殖できず、50人パが最適120ンパでも増殖できる。ありがとうございます。